だリアルだっていうのは分かってたんですけど、はい、あの私たちのステージにも実際にあのティラノサウルスの赤ちゃんが来てくださってて、そうですか、はい、一緒になんかコラボみたいなさせていただいてて、近くで見ても本当にリアルだったので、うん、で今日すごい楽しみにしてたんですけど、今日ちょっと距離が離れたところから見てたんですけど、はいはい、うん、もう本当に生きてるのかって思うぐらい、ね、すごいびっくりしましたね。びっくりしましたね、はい、すごい昔にタイムスリップしたみたいな気分になって、うん、恐竜は喋らないけど恐竜たちの友情とか、うん、恐竜たちの絆とかそういう感情も伝わってきて、うん、なんか本当に恐竜と仲間になった気分でした。やっぱりなんか会場に入った途端もう瞬間からなんかもう恐竜の世界にいる感じが本当にすごく伝わってくるっていうか、もう恐竜の世界なんだっていう気になって、なんかすごいたくさんの恐竜を生で見ることができたし、なんかそれが本当に実物大だと思うと、こんなものが地球にいたんだと思うとすごい、なんか嬉しい恐ろしいみたいな感じで、本当に3回か鳥肌が立ちました、うん、立ちました、うん、リアルに鳥肌が立って、うん、なんだろうな、でも本当に照明とか音とかリンクもすごかったし、本当にその世界に引き込まれていて、なんかこういうショーを見るのが初めて、横浜アリーナでこういうショーを見るって初めてで、なんかこういうエンターテイナーもあるんだなって。デニさんどうですか。あ、違います。違うの。高木レックス、T レックスさん。高木 T レックス、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、高木 T レックスさんいかがですか。喋ってくれるかな。喋ってくれるかな。地球さえあのままだったら、お前ら人間なんて いなかったんだぞ、私の餌だと言っています。 T レックスでした。なるほど高木レックスで T レックス。そうですよね、隕石さえぶつからなければ、そう、私たちはいなかったかもしれない。あの撮影中にうちの高木レニがすごい上がっちゃって、あのめちゃめちゃ緊張しちゃって、ね、ゃゃって、あのセリフをもうずっと覚えて、もう2日前ぐらいから台本を渡されてて、覚えてきてねって言われてて、うん、で流れでずっと撮ってて、その1人間違えるとすごいなんかプレッシャーなわけですよ。最初からになっちゃうんだよね。最初からなんか途中からっていうことがなくて、でもデニーちゃんがすごい緊張して、なんか何が言えなかったんだっけな、なんかいろいろたくさん言えなかったことがあって、すごい押しつぶされそうになってました全然進まないんですよ ね。高木さんに行くともう全てがリセットされちゃうっていう、大変な撮影でしたよ ね。ももクロのストップウォッチでしたうまく言うなよ、ちょっとうまく言わないでよ。この世界的に本当にすご素晴らしい、あのウォーキングウィズダイナソーなんですけど、もう私たちの日産スタジアムも世界的なエンターテインメント、スポーツとアイドルの初めての融合みたいなライブになると思いますし、あの弱肉強食のフィールド、あの強いものだけが通れるトラックトラック、うん、いいよ、続けてください。もうちょっと聞いてあげてください。すいませんね、もうちょっとリーダーなりの本当に、はい、なんか今日思ったことがあったんだよね、はい、強いものだけが取れるトラック、弱いものは乗れない芝生いや、いろいろ本当にラップ調ですね、詰まってるんですよ、詰まってる。でもういや本当に素晴らしいものがきっとお見せできると思います。まあ今いろいろ言ったんですけど、まとめて言うならウォーキングウィズ桃田かな子インバースデー、どれどれどれでもいいですよ、どれ私公演当日19歳になってますTo be continued To be continued 続きをお楽しみにということですね。特別にバースデーケーキをご用意しました、どうぞ大丈夫大丈夫、自慢のね
さあ自慢のおでこ出しますか。おお何卵ごといった。よしよしよし大丈夫大丈夫。そうですよね。せーの、無茶すんなって。いけるいける。うわすごい。ティラノサウルスの子供が入っておりました。すごい、おめでとうございます。かわいい。これねケーキなんですって。食べれるんだ。食べられるんです。私に似てるね。すごい。あの初めてももクロで20歳の子が出てきて、はい、最近もうちょっと精神年齢じゃない、なんだっけ、平均年齢、平均年齢、精神年齢は低いんですけど、平均年齢とか聞かれてもちょっとなんか堂々と答えられない、老けちゃったねっていうのがちょっとあるので、でも私も19歳になってまたももクロの平均年齢を上げてしまったんですけど、いやちょっとどれだけ平均年齢が上がってもあの変わらずちょっと動けるぞという、ね、ことを皆さんにお見せできたらいいなと思います。さらにティラノサウルスの赤ちゃんお祝いにも駆けつけてくださいました。待って、嘘、マジ、ティラノサウルスの赤ちゃん、おめでとうって言ってますよ。すごい、すごい、うわ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 、これ扉入れた、おお、おいで、すごいね、すごい、久しぶり、うわどうもかわいい、わ久しぶり、赤ちゃんでこの大きさですからね、ほんと大きい、ちゃんとまばたきしてるよ。おもちゃ、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 お